はようございます。俯瞰探求クロスオーバー、作戦会議合同会社代表の宇津です。本日は、世間話ということでお話したいと思います。一昨日、いつも、いろんなところで作戦会議一緒に企画をしている、松岡さんとランチョンミーティングをしました。昼ご飯を食べながらたわいもない世間話をしていたんですが、その中で、ちょっと、社長のあるという話になりまして、その時にふと見ると松岡さんの手がメモ帳にちょっと一言二言メモをしていました。アンテナが張っている人、感度がいい人というのはこういう人なのかなと思いました。世間話のようなたわいもない話の中からもビジネスのヒントを見つける。あなたのアンテナは高く張り巡らされているでしょうか。世間話の中にも質があります。それでは。